もう本当に声が出なくなって、その後ね振り絞ってるんですよ。見てていやーすごいなと思いながら実況しました。チケットチャンキュー。こんにちは、山本直哉です。現在、土日はどこかの競馬場で、レース実況を担当しています。まあ競馬実況に関してはおよそ30年というそういったキャリアです。踏み切ってジャンプですか。これね、もともとはですね、ラジオ短波の先輩アナウンサーが使っていたフレーズなんです。だから私が編み出したフレーズではないんですよね。でね、ある時からですね、なんか問い合わせがありましてね、今実況のアナウンサーが障害戦でテテケッケッテッケって言ってるけど、それはどういうことなんですかとかって言われて、あ、それは踏み切ってジャンプって言ってるんですよって言って、その頃からですかね、その踏み切ってジャンプという言葉がちょっと注目されだしたのは。印象に残ってると言いますかね、失敗したレースですね。はい、それがね、2000年の中山グランドジャンプです。カリンが離れてスタートしました。まずポーンとシャンパンファイトがこうスタート、そしてノーザンレインボーもいいスタートを切って最初の雪垣障害へと向かっていきます。そしてその後からは名将馬鹿賞を今踏み切ってジャンプしました。この年から国際競争になって、海外から競走馬が参戦するということになりましてね、もうね若かったんでね、気合をもう入れまくって、もうね普段の障害とはちょっと違うテンションで、さあ雪垣障害踏み切ってジャンプ、短距離を実況してるようなそんな感じで、それもうやりだしたらねやめられないんですよね。もうずっと最後までそのテンションで行ったもんですから、最後直線に入って外国馬のボカボカと日本の豪快がちょうど並んできて、豪快が先頭に変わる瞬間があったんですね。で豪快が先頭に変わったって言った瞬間に声が出なくなったんですよ。実況を聞いていただいたら分かると思うんですが、その後200を通過って言うんですけど、一瞬間があるんですね。その一瞬の間が私にとっては 2,30 秒ぐらいのまで、もう本当に声が出なくなって、その後、ね、振り絞ってるんですよ。さあ先頭はボカ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 、そして豪快だ、豪快が今度は先頭に変わった、あと200を通過、先頭は豪快、リードを1馬身2馬身と取っていく、ボカボカが2番手、3番手は離れた位置、ジアウトバックウェイ、先頭は豪快だ、1馬身のリード、豪快今優勝ゴールイン。大変でした。いや最後なんとか言えてよかったなって感じですね。ペース配分もねちゃんとやらなきゃいけないっていうのをそこで学んだ感じですかね。はい、これはまあ実況がというわけじゃないんですけど、レース自体で印象に残っているのがありまして、これ2019年の中山グランドジャンプですね。いわゆるね、お重長三包囲網っていうのが形成されたレースなんですよ。体制完了、スタートしました。さあ揃ったスタート、まずは10番体制ドリームが出ていきます。固まっていますが、内から2番の宮地大河がいて、マイナルプロンプト、最初の障害踏み切ってジャンプ。宮地大河という馬が逃げていて、でお重長さんの2番手なんですね。向こう興味に入ったところで、マイネルプロンプトという馬がまずお重長さんに競りかけていくんですが、次のその8号のハードルでちょっと体勢崩しちゃったんで、そこからちょっと脱落しちゃう。お重長さんこれ楽になったなと思ったら、そこから今度は内から日本ピロバロンが並んでいって、さらに外からシンキングダンサーが並んでいって、さらにもう外からですね体勢ドリームが並んでいって、お重長さんを挟み撃ちにしたんですよ。3コーナーのカーブに入っていきます。さあお重長さんわずかに先頭か、ハードル障害いくつってジャンプ。お重長さんはそれでも動じなかったです。4コーナーから直線へ、最後のハードル障害へ、お重長さん先頭、外からシンキングダンサー踏み切ってジャンプ。さあ無事ケースを終えた3番手に10番体制ドリーム、日本ピロバロンとマイネルプロンプト、あと 150m 坂を駆け上がって突き放す5番のお重長さん、2馬身3馬身、2番手3番シンキングダンサー、3番手4番マイネルプロンプト、お重長さんゴールイン。見事史上初中山グランドジャンプ4連覇。他の陣営がね、やっぱりその打倒お重長さんに燃えたあたりがね、熱いものを感じるんですよ。見てていやーすごいなと思いながら実況しました。落馬しないでほしいっていうのはやっぱりね、それはいつも願ってます。全馬完走、これやっぱり
それが一番ですね。